東小浜駅は、福井県小浜市お乳にある、西日本旅客鉄道小浜線の駅である。ホーム前傾南側に、単式ホーム一面一線を有する地上駅、小浜市総合福祉センターとの合築駅舎を備える。2002年には、第4回中部の駅100線に選定されている。当初、地元では駅名を、所在地で軍名にもなっている、お乳駅に要望したが、 南独駅になるとして東小浜駅とした。鶴ヶ地域鉄道部が管理し、自治体が窓口業務を自宅する簡易宅駅である。係員不在時に備え自動券売機も設置されていたが、現在は撤去されている。ワンマン列車の回避扱いは2019年4月時点で無人駅と同様の一両目五条前行の形式であるが、 乗車券等は運転士ではなく駅係員に渡す形になっている。なお、JR 西日本金沢市社は2030年度までに委託業務を廃止し無人化する方針としている。福井県統計年間によると2019年度の1日平均乗車人員は335人である。各年度の1日平均乗車人員は以下の通り。利用客はオバマ線内では 比較的多い部類に入る。これは近隣の高校への通学需要のほか、小浜市内の中学校や高校への通学のため、朝夕を中心に列車が混雑する。付近に北陸新幹線の駅を設置することが発表されている。ありがとうございます。